どうも皆さんこんにちは。シーズン4人格のティアローを作ってみたぜ。まあ察する通り賛否両論あることは確定してるティアローですけども、何を基準にするかってとこがかなり迷いどころなんだが、一応大きく4つくらいに分けて考えてみたぜ。まず汎用性だな。雑に強いっていうか、とりあえず入れとけっていうか。次に重要度、これは編成に対する重要度だな。出血とにはこいつ必須だろみたいな。あと鉄道適性だな。私らは鉄道に対しての知識がほとんどないからあれなんだが。で、最後に初心者向けかどうかだな。扱いが簡単とか要求される人格の編成難易度とか。特に不安なのは鉄道適性と重要度かな。重要度に関してはツバイシュメールがわかりやすいんじゃないか。確かに振動波に必須ってより雑に強い汎用度の高さが目立つか。じゃあ恐る恐るティアリスト出してみるかな。今の4つの要素まとめた総合ランクで S から D までランク付けしてるよ。裏で周回風景流しつつ D から順に発表していくぜ。まとめてるうちに意外と使えない人格ってないんだなってことに気づいたぜ。今回はこのリストの下から順番に埋めていくぜ。一応同ランクの中でも左側が評価高めで右側が評価低めっていう配置にするつもりだぜ。あとはここで自分の好きな人格がティア低く言われてたとしてもガン無視して好きな人格使うことを個人的におすすめするぜ。全ては個人の意見ということでね。じゃあ早速 D から見ていこうか。 D ランクに置いたのはバトルラビッツムルソーだな。ちょっと同期さんで申し訳ないんだが、まずこの人格は星2の破裂人格なんだが、破裂人格にしては自分で破裂回数を付与しづらいんだよな。なおかつスキル3が4コインっていう都合上めちゃくちゃ破裂を消費しちゃうっていう、ストーリー鏡ダンジョン鉄道とかで考えると今のところはどこもあんまりおすすめはしないぜ。あと加えてサポートパッシブもそうでもないんだよな。破裂が付与された対象に攻撃レベル減少を付与するってサポパッシブだな。想像すると無理して使わなくてもいいかなって人格だぜ。あと21人格あるからどんどん行くぜ。次は C ランク、ここは2人だな。まずは DH ムルソーだな。まず DH って今だと DH 境界で編成を固める必要がないんだよな。DH 境界人格は現時点だと本流、ローギャがかなりの強さを誇ってるぜ。だからちょっと性能が噛み合ってないかって感じだな。ただこれはあくまで現時点での感想だぜ。総評で言うと D よりの C って感じだな。ちなみに超限定的だが DH ローギャソロプレイにおいてのサポートパッシブは B から A くらいあると思ってるぜ。次は J ビキロージャだな。まず最初にストーリー適性はかなりあると思うぜ。最近出た人格ってのもあってかなりのコイン威力を持ってるしな。普通に熟練の管理人だったらかなりティアが上がると思うんだが、初心者目線で考えた時にこいつはかなり難しいというかめんどくさいぜ。鏡ダンジョンでもある程度気をつけて戦わないといつの間にか自傷ダメージが溜まっていって。ってことになるからな。そして撤退システム、これはめちゃくちゃ面白いんだがちょっと活用がしづらいぜ。それに加えて破裂人格だからな。破裂パは結構人格が限られてる。まあ編成難度が割と高めなんだがそこともちょっと合ってないな。でも破裂は強くしすぎるとゲームが崩壊する可能性があるからこれは仕方ないぜ。総評では D よりの C ランクって感じだな。現時点だと撤退を生かすのめっちゃむずいぜ。自傷ダメージに精神力が含まれてるのも初心者におすすめしづらい理由の一つだな。C ランクは終わり、あと19人格か。多すぎだろ。一気に星2人格がぶち込まれた B ランクだぜ。とりあえず右の方から見ていくぜ。まずバトラーイシュメールだな。正直このゲーム星2なのに優秀な人格が相当揃ってるぜ。もしこのバトラーイシュメール以外一種の人格がないって人も大丈夫だ。十分強いぜ。このイシュメールは全体的に優秀なんだがコイン値はちょっと頼りないな。星2だからそらそうなんだが。鏡ダンジョンに対してもそこそこ使えるお手軽人格だぜ。ただ高難度向けかと言われると微妙だな。総評は B 回くらいって感じだな。イシュメールは他に優秀な人格がかなり多いから積極的に使うかと言われればそうでもないかもな。船長、奥歯、ツバイとか使いやすくて優秀な人格が多いよね。次はユロージビヨシュだな。この人格はイベントで交換できる人格だったか。こいつは本体の性能は実はそうでもないぜ。一応しっかり自分に振動を貯めた状態でぶつかれればそこそこマッチ威力出て強いんだが、こいつのサポートパッシブがかなり優秀で活かしやすいんだよな。黄色資源4つ保持で編成順が1番の味方がスキル、コイン効果でいる振動回数の値がプラス1になってるぜ。相手に振動回数を多くつけれる代わりに自分に振動回数が溜まってないとちょっとマッチが弱いって感じだな。総評は B 回くらいって感じだな。自分についてる振動回数を意識してマッチ組まないといけないからさっきよか初心者向け度は下がってるぜ。サポートパッシブが有用ってだけでかなり勝ち上がるよな。続いて T 社ロージャだな。この人格、正直なこと言うと俺は T 社ドンキより使いやすいと思ってるぜ。まず T 社人格ってことで時間有用相手につけれる人格だぜ。つけれるだけでも偉いんだがロージャはすごい簡単につけれるんだよな。防御スキル打った後スキル3相手に打つだけだぜ。でドンキよりいいなって思った理由は変な変換をしないところだぜ。振動はとりあえず反響へ振動を変換してダメージを稼ぐ戦法が主なんだが、ドンキだとうっかりしてると違う振動に変換しちゃうんだよな。実際俺らもうっかりしてて変換しちゃってダメージ全然出せないってことがよくあったぜ。あとはやっぱり星2だからな。結局コイン威力に不安があるぜ。総評で言うと B 注意くらいかな。ややこしいこと考えなくても時間猶予が付与できるのが本当にいいところだぜ。ただ時間猶予に対して言えることだが鏡ダンジョンとかの周回向きではないな。次は薬指ウキスだぜ。薬
薬指ってことでもちろん出血派でめちゃくちゃ生きるぜ。相手に出血がついてるだけでかなり簡単にマッチが取れるのもいいところだな。そしてスキル2、これほとんど薬指さんと同じだぜ。星2なのに割と火力が出て全体的に安定してる人格だな。強いて言うならサポートパッシブがちょいいまいちってところか。あとはどこまで行っても星2人格だから過信はダメだぜ。スキル2エグいけど、総評で言うと B くらいかな。ちょっと性能を抑えめにした薬指さんって感じだな。出血派で悩んだらとりあえず入れてみてもいいと思うぜ。次はマルチクラックヒースクリフ。この人格もイベントで交換できる人格の一つだぜ。まず充電人格ってことで鉄道はちょっと難しいかもな。ただ配布の星2にしては破格のスペックを持った人格だぜ。星2にしたってマッチが取りやすいし火力も出るんだよな。なおかつスキル3もコイン4枚スキルでかなりの火力、威力が出る自己完結した人格だぜ。ストーリー適性もあるし使い勝手もいい人格だな。強いて言うならやっぱり充電だからな。ちょっと立ち上がりが遅いってとこだな。総評は B 上位って感じだな。正直取っておいて損はない星2人格だと思うぜ。配布って考えるとなおのことこいつ強いな。星2人格ラスト、バトラーファウストだな。この人格は星2の中でもトップクラスだな。とにかくスキル3がめっちゃ強いんだよな。金銭において激強デバフである邸宅の小玉がつけれる。加えて金銭回数つけれてマッチも取れる。星2特有のマッチの弱さとかを差し置いてもつけれるデバフが強力すぎるぜ。しかもファウストだからな。初心者おすすめと個人的ナンバーワンの水袋も打てるっていう。総評は B 上位って感じだな。金銭派で困ったら一旦入れておけば大丈夫だと思うぜ。星2だから素材コスト的にも安心だしな。次はダブルシャウキスだな。人格自体かなり強いんだがそもそも現時点だと充電パーティ自体のパワーがそこまでないんだよな。空間切断はかなり強いんだが結局立ち上がりが遅いっていう共通の弱点もあるしな。ただこの人格ダブル社人格の中ではかなりの使い勝手の良さだぜ。空間切断を適当に打ってもデメリットがないっていう使用上かなり初心者におすすめできる人格だぜ。しかも充電のサポート能力も20丸だな。総評は B 上位って感じだな。ただこれは本当に今の充電パーティのパワー的に B 上位になってるだけで全然もっと上に配置できる人格だぜ。B ランクラストは夜明け事務所シンクレアだな。これ見て思い出したんだがシーズン4って2回バルプルギスガチャ来てるんだな。まずそもそも火傷が現時点ではあんまり。っていうところだな。あとシンクレアは別にセンクレアとかいう汎用性レベチ人格が控えてるってのもあるな。ただ結局かっこよさで言えばダントツだぜ。コイン威力自体はかなり出るから初心者におすすめしたいところだが、使用的に精神力がどんどん削れていくところがちょっとおすすめしづらいポイントになっちゃってるぜ。総評は B 上位から B って感じだな。個人的にはかっこよさ込みで A ランク乗せたってよかった。ただやっぱり火傷がちょい向かい風だな。金銭とか出血とか強いデバフが多すぎだ。これで B ランクは終わり、次から A ランクだな。ちょうど人格の数も折り返しまで来たね。A ランクは6人格だな。正直ここら辺からかなり強い人格になっていくぜ。A ランク最初はチーフバトラー予習だぜ。鉄道だと使いづらいけど鏡ダンジョンだとそこそこ使いやすいぜ。呼吸人格だから小麦人格たちに混ぜて使うと意外と強くてびっくりするぜ。しかもスキルそれぞれのスピード感がかなりあって使い勝手もかなり良さげだな。正直かなり初心者向けだと思うぜ。特にスキルにはお手軽攻撃攻撃だからな。クリティカルが出ようもんなら爽快感抜群だぜ。総評は A から A 回って感じだな。バトラー人格だけど金銭を持ってないことには要注意だぜ。続いて T 社ドンキホーテだな。これちょっと難しかったんだが他の人に意見聞いたらどうやら鉄道適性がかなりのものらしいんだよな。今の鉄道は振動が強いから有用付与してあとは他の人格で、みたいな感じだな。面倒いギミックが多い鉄道の奴らに対して反響永続と止めコンボがかなり有用。ただ個人的にはさっき紹介した T 社老者の方が普段使いはしやすいと思うぜ。総評は A 回から C って感じだな。こいつはちょっと振動に余計な変換をしちゃうところがどうしても。老者より火力は出るし強いんだが油断してるとめっちゃミスるぜ。まあ、あくまで個人の意見だぜ。次はクソかっこいい人格のワイルドハントヒースクリフだぜ。まあ金銭派のエース格だな。とにかく強いしかっこいい人格になってるぜ。ただなんで A にしたかっていうとスキル1の弱さと若干の汎用性の低さだな。あとスキル3が目に優しくない。ただ金銭派を組もうと思ったらとりあえず入れるくらいの人格。そして棺が溜まった後のお手軽攻撃スキルには破格の性能だぜ。鉄道でも使えるしストーリー適性もある。精神力低下も誤差程度だから初心者向けでもあるんだが、乗馬した後のスキル3を最高火力で打とうとするとちょっと難しいな。総評は A だな。かっこいいし初心者の人にはぜひ取っておいてほしい人格だな。スキル2と3、反撃が強いだけにスキル1の弱さが気になっちまうが、あとは棺溜まるまでの立ち上がりがちょい遅いくらいかな。次はマルチクラックファウストだぜ。マルチクラックってことでこいつも充電人格だな。まあマッチ高い、火力高い、自分一人でもなんとかなる。正直かなり初心者の人におすすめできる人格だぜ。ストーリー適性も20丸で速度もそこそこあるな。ただやっぱり充電人格だからな。立ち上がりが遅いっていう弱点はあるぜ。でも開幕にスキル3を打てれば一気に充電が溜まるからそこ意識するだけでだいぶ違うぜ。総評は A 上位って感じだな。鉄道はシナジーを意識した方が強い都合上この人格は良くも悪くも自己完結型だな。ただ充電人格の中ではダントツ初心者におすすめしたいぜ。次はユロージビホンルだな。こいつはスキル3を打つタイミングさえ理解していれば最強だぜ。簡単に言うと自分に振動回数が10あるときスキル3だな。最低限10あれば一気に激強スキルだぜ。もちろん振動パーティのエース枠だな。なんせホンルだからな。鳴き声 AGO でお手軽反響変換だぜ。シンプル火力も威力も出て強いし汎用性もあるな。
鉄道も悪くないし、これも初心者におすすめできる人格だぜ。総評は A 上位って感じだな。もし鳴き声 AGO を持ってなかったとしても自前のスキルで反響に変換できるからそこもおすすめポイントだぜ。A ランク最後はバトラーウーキスだな。まあまず一番に言えるのは邸宅の小玉が強いぜ。そして地味にスキルにもクソ強い。この人格はマッチに勝つだけで鎮戦回数を付与しながら攻撃できるからな。相手に鎮戦がついてるだけで威力が上がるし、鎮戦回数も安定してる。鎮戦パーティにこの人格を入れるだけでパーティがかなり安定する強人格だぜ。簡単に扱えて初心者におすすめかつストーリー適性もあるからおすすめだぜ。あと攻撃モーションがいい。総評は A 上位って感じだな。鎮戦とか破裂とかは回数が重要なデバフだからな。雑にやっても回数が途切れにくいからおすすめだぜ。これで A ランクも終わり、ラスト5人格だな。それはなくね。定見で溢れそうでヒヤヒヤしてますけどもね。それはしょうがない。最後の S ランクはこんな感じだぜ。この人格たちも右から見ていくか。S ランク最初は継承者グレゴールだぜ。先に言っておくが今んとこ俺らが一番好きな人格がこいつだな。まず先に弱点から、スキル1が頼りなさすぎる。1コインスキルってのもあるし表が出てもそこまで威力は伸びないからな。ただしスキル2が強すぎるぜ。マッチに勝つだけで鎮戦回数を2増加。相手に鎮戦がついてるだけでかなりのマッチ威力になるぜ。マッチに勝った上で2コイン目を当てれば鎮戦回数が5も増加するぜ。そしてスキル3、これは今んとこ一番好きな攻撃モーションだな。4コイン目が的中すると相手の鎮戦を吸収して加算コイン威力プラス1ってバフがもらえるんだが、これと相当 AGO との相性がバグレベルでいいぜ。一回ソロでスキル3を6連だから相当 AGO ってコンボをやろうとしたんだが全部表出すまでに来年になりそうだったからやめたぜ。ただし注意点としてサポートパッシブがいらないぜ。精神力が低い味方1名の精神力をさらにマイナス5して憂鬱ダメージ量増加つけるってサポパッシブだな。そのサポパッシブが欲しいって時以外では発動させないことをおすすめするぜ。総評は A 上位から S 下位って感じだな。スキル1がもうちょい強かったら全然 S 上位だったな。あとは最近出た相当 AGO との噛み合いもあるからな。次はバルプルギス人格1人目、赤眼予習だな。普通に出血パーティのエース格、雑に強いし適当に勝率を落としてたら敵が潰れてるって感じだな。一応自己完結型人格だからどこに入れても強い、汎用性20丸だぜ。パッと見弱点ないように見えるが実はこいつ充電人格だったりするんだよな。後押し無落はサポパッシブだな。味方の体力と精神力を3回復してくれるんだが、これ発動条件が紫の共鳴 ×3 なんだよな。ここが保持だったらな。なんて思ってたぜ。総評は S だな。これに関しては今すぐ交換できないわけだが、次開催されるバルプルギスの時に交換考えてる人にはぜひおすすめしたいぜ。続いて同じくバルプルギス人格2人目、アイトウイさんだぜ。鎮戦パのエース格だな。まず幻想体以外にも鎮戦ダメージが通せるようになる死んだ蝶とか意欲卒業デバフ。ということは対幻想体では言わずもがなな強さだぜ。一応リロードするときに精神力が消費されるんだが正直誤差レベルだと思うぜ。スキル3がかなり強力で1ターン目に適当に打っても200ダメージとか普通に出て1体ワンパンするみたいなことが多発してるぜ。鎮戦かつ効果力だから鉄道適性も悪くないな。総評は S だな。一番最強人格っつってもよかったんだがこの人格はバルプルギス人格だからな。手に入れづらさ加味すると S ど真ん中ってことで。続いてまたもやいさん、薬指さんだな。いやまあとにかく雑に強いって印象な人格。もちろん出血パのエース格だぜ。とにかく使い勝手がいい、そしてスキル2の火力がおかしいぜ。もし鏡ダンジョンで使うとしたら自販機でスキル1を2に変換するのがおすすめだぜ。総評は S だな。とにかく出血編成で使うのがおすすめだな。スキル1がちょい弱めだからそこは注意だぜ。ただ間違いなく取っておいて損はない人格だと思うぜ。S ランク最後はツバイイシュメールだな。特に言うことないんじゃないかって感じなんだが、まずストーリー適正丸、鏡ダンジョンでも丸、振動人格ってこともあって鉄道でも丸だぜ。それでいて扱いも簡単、定期的に防御スキルを使うだけだからな。2、3ターンに1回とか。総評は S 上位だな。もしかしたらストーリーで詰まってるところがある初心者の人とかこの人格入れれば突破できるかもしれないぜ。硬くて強くてすごいって感じだな。これでシーズン4で追加された22種類全部ランクつけれたか？もし抜けがあったとしたらヒンドリーが責任を取ります。なんでだよ。賛否両論あるのは当たり前としてあくまでこれは俺らのティアリストだからな。参考程度に頼むぜ。こういうティアリストを自分で作ったのは初めてだったからかなり違和感があるかもね。ただめっちゃ楽しかったな。振り返りにもなったし。鉄道の評価とかは結構推測とか雑になっちゃってるからそこは勘弁して。この人格は個人的には丸ランクじゃなくて丸ランクみたいな意見あったらぜひコメントしてくれな。じゃあ今回はこの辺で、チャンネル登録と高評価よろしくな。